どうも、パズラ究極コラクティビをご覧の皆様、こんにちは。小助です。今回はこちらです。木曜ダンジョンの超時刻級に、ティーニーパーティーでサブガチャモンスターなしですね。まあ、ただね、明らか一体的異彩を放つね、モンスター、鼻の長いモンスターがいるんですけれども、まあこれはあんまり気にしないでください。いないようなもんです。はい、もはやいないです。スキルブースト3個あれば何でもいいです。やり持ってるやつでもいいです。で、まあ、回復染めにして回復エンハンスでボスを一気に吹き飛ばすっていう戦い方をしていきたいんですけれども、ワンフラでの事故を防ぐっていうためにスキルブーストを5個搭載させました。リーダーフレンドのティンニンと、大天狗、これですね。決して舞はしません。はい、舞はしません。ただ本当スキルブースト良いんです。一番お手軽にスキルブーストを搭載させれるので、ダイティングやってます。まあ、あのスキルブーストを持ってるいいモンスターとかお持ちの方だったら、まあ、変換系何がいいですか。まあ、オーガとかで入れて、あとなんだろう、大凶小凶とかお持ちでしたら入れてもいいと思いますし、サブにね、まあ、いろいろ選択はあるんですけど、とりあえず5個は、キーにしておいてください。まあ、バルキリーを使う場合なんですけど、まあこれで挑戦していきます。はい、今回は3個あればね、まあなんとかいけます。で、とりあえずまず倒すんですけど、これ結局変換使えそうですね。この盤面的に先に使っておきましょう。これ先に使っておいて、あの一旦ためにするみたいな、こんなのもまあ一つの手なので、ぜひよかったら使ってみてください。で、倒します。次の、プラントを倒すためにもしっかり回復ドロップを極力残しておきたいので、1331で右チェックで、ちょっと残んないかな、1体ぐらい、いい具合に1体残んないかな、残んない。で、花粉の予兆っていうよくわかんない名前なんですけど、よくわかんない先制攻撃を受けて、予兆するだけです攻撃されるんですよ。明日花粉食っから、精神攻撃か、花粉症、なるほど。はい、これ精神攻撃ですね。で、辛い、みんなね、花粉症が怖いらしいので、ティンニンのこれを使って、あ、4つやばい。これやばいかもしれないです。ぶんねー。まあ、これティンニンがね、一応バインド耐性1個持ってるんですけど、まずかったですねこれ。しかも皆さん、変換は使えるようにしておくと非常にいいと思います。で、ここで、キングヒカリも溜まってるんですけど、あのバインドとか、あと敵の HP の調整ですね。で、思わぬ落ち込んで倒してしまわないように、対応してください。危ない、ちょっと水ドロップが多すぎるので、と一旦光ドロップを下げましたね。で、こうやってね、あのスキルを貯めるときは下の部分で四角四角で作っておくと、上の方でまあ自由に消せるので、横なら、こうやって消すと結構便利です。2年ぐらい前 の、 あのゼウス降臨のときに、ゼウスでクリアするときによくこれを使ってました、僕は。で、場面的にももう結構いいので、あ、でもまだハイヒール使っていいか、使って
って持ってくるか。できた。あとプラスなんですけど、こんなプラスいらないですよ。はい、プラス2級ならいなくても十分攻略できますので、プラスがどうとか思われた方は気にしないでください。ないようなもんです。なくても一緒です。大丈夫です。むしろ慣れですね。で、エンハンスを使って、適当に分割してぶっ倒します。まあ、こんなんでいけると思います。全体攻撃含む 3,4 分割で十分撃破できますので、落ち着いて変換してあげれば、落ち着いて変換というか4フロアのところでしっかりドロップを調整しておけば、あの余裕だと思います。よかったら、ご参考してみてください。頑張ってください。バイバイ。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマホの方は動画概要欄のリンクからチャンネル登録をよろしく。